スペースシャトル、えコロンビア号で宇宙に行ったんですね、向井千秋さんと一緒でした。1994年、すごい地球だ、青いね。女性、日本のね初めての女性宇宙飛行士の向井千秋さん、はい、さあ実験のパネルに行くと、さあおなじみになりましたよ、日本固有の赤原イモリ。すごい、イモリだ、すごいですね、宇宙ですよね、そう、ここ宇宙のね無重力状態の中で受精とか発生がどのように進むのかっていうのが研究テーマだったんです。でも先生、無重力ですよねイモリ、結論言っちゃうとね、何の問題もなく発生してったんですよ。